よくぞこの村田中で仕留めたもんだなと思って感心するけど、風の頼りでもって飲みばかり集まってよ、2日も3日もお祭りだ。でアイヌ語で会話はしなかった。少しでも日本の勉強しなきゃダメだよっていう、そういう時代だったから。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おー、元気いな。いや、国会議員になった時は私具合悪くなって考えただけでね。こういうものもこういうものもしたことない。ヒジリムカ文化祭があった時に、それがアイヌ語の勉強するきっかけだった。久々にエクスコンなアイヌチテチャッチャルパワアイヌオピッタウタリアネルネ。言葉はそう簡単にね転ばないんだなっていうのは思うね、やっぱり。それ誰かがやらなきゃ伝わらないからさ。植物というのはね、自分の適正な場所を覚えてるんだ。アイヌたちはもうこれ以上取りませんよっていう、そういう意味なんですよね。糸をつないで伸ばして折って決まるしだよ。アイヌから自分逃げてたけども、どこへ逃げたってアイヌはアイヌだと。日陰にいようとどこにいようとアイヌはアイヌだわな。